申し訳ありません。あのような重傷を設備のないところではどうしようも。いえ、無理もないことです。最善を尽くしてくださりありがとうございました。私がカノンさんを一人で行かせなければ気に病むことはない。仮に一緒だったら熊沢も襲われていたかもしれん。それに愚かにも先走ったゆえの自業自得だ。そんな言い方ってねえぜ。カノン君は犯人の姿を見つけて誘拐に立ち向かったんだ。熊沢さんも一緒だったら犯人は躊躇して逃げることを選んだかもしれない。ジェシカ、今は言葉をかけるべきじゃない。僕だって、そしてバドラ君もだろ。もう何が何だか分からなくて心が張り裂けそうだよ。大丈夫だよ、ジェシカお姉ちゃん。カノンにだってまたすぐ会えるよ。よしてくれよ。そういう慰めはいらねえぜ。死者も失った愛すらも蘇らせる。だからきっとすぐに会えるよ。そしてきっとみんなで穏やかに過ごせるから。カノン君を殺したのがマリアに昨日手紙を渡したっていうベアトリーチェなのか。そいつはどこにいるんだよ。どこに隠れてるんだよ。私が見つけて引き裂いてやる。言えよ。知ってるんだろ、犯人の正体を。お前は何を知っていて何を隠してるんだ。話しやがれ。お嬢様、おやめください。マリアちゃん、僕は君が断じて犯人ではないことを知っている。君はいつも僕たちと一緒にいたし、犯人なんかと通じている時間はなかった。だから聞かせてほしい。君に昨日手紙を渡したベアトリーチェとは誰なんだい。兄貴、同じことは俺もさっき聞いたぜ。返事は同じさ。マリアちゃんの口から聞きたい。ベアトリーチェとは誰なんだい。言ってもどうせ信じない。それはどういう意味だい。ひょっとして僕らのよく知る人物が犯人で、君は何かの事情からそれをかばうために黙っているというのかい。君はあの手紙を誰にもらったんだい。ベアトリーチェにもらったんだよ。何度だって言う。
手紙はベアトリーチェにもらった。ジョージお兄ちゃんがベアトリーチェを信じないのは殴れる相手じゃないから。ジョージお兄ちゃんはやるせない気持ちを暴力に変えて誰かにぶつけたいと思っている。だから殴れる相手が人間じゃなきゃ収まりがつかない。だからそんなジョージお兄ちゃんには真実を話しても受け入れられない。だから言っても無駄、信じない。でもマリアは何度も言うよ、真実だから言うよ。ベアトリーチェはね、いるの。黄金鏡の扉はもうすぐ開かれるよ。マリアはそこに行くの。ベアトリーチェが約束してくれたの。その世界ではママも優しくてパパも一緒で優しいの。マリアは早くそこへ行きたいの。みんなはベアトリーチェのことを恐れている。そしてそれは無理もないことだけど、なら安心して。ベアトリーチェは言ってたよ、台風が去るまでに全てを終わらせるからって。あ、痛い。饒舌なマリアも嫌いじゃねえが、とりあえずはそのくらいにしとけ。魔女はいるいる言ってたお前にとってさぞや現状は愉快だろうが、とりあえずそいつはお前だけで噛みしめとけ。他人にまで押し付けるんじゃねえ。こいつ前から気持ち悪いやつだとは思ってたけど、おかしいぜ、どっかおかしいぜ。バトラは思わねえのかよ。ケンジさんは、熊沢さんは、母さんはどうだよ。マリアは犯人の正体を知ってて隠してる。確かに直接手を下してるわけじゃないかもしれない。でも間違いなく犯人の一味だぜ。そうさ、スパイさ、私たちと一緒になんかいさせられないぜ。マリアちゃん、不謹慎な話を慎むべき時もあることを知りなさい。これ以上混乱に油を注ぐような真似が過ぎれば、おばさんも本気で怒ります。とにかく今は仲違いをしている時ではあります。犯人が神出鬼没に屋敷内を出入りしていることが間違いなくなった今、私たちは明日まで身を守ることだけに専念しなくてはなりません。夏日おばさんに極めて同感だぜ。犯人探しは今夜ゆっくりできるさ。今はどこで籠城するかを考えた方がいい。私も同感ですが、私も含めもうみんな体も心も限界まで打ちのめされています。今からそれを考えた方が賢明でしょうが。そういうこった。敵はマスターキーに準ずるものを持っている公算が高い。シャノンやカノン君、ゴーダさんはマスターキーを持ってましたか？はい、勤務時間中だったなら身につけていたはずです。現場をいじらない方がいいってんでそこまでは調べなかったろうが、誰かの鍵が奪われている可能性は否定できねえな。そもそも犯人は
バラ庭園倉庫のシャッターを開けるために一度使用人室を訪れている可能性があります。そこでマスターキーをすでに入手していると考えて間違いないでしょう。仮に殺された使用人の誰かのポケットから鍵束を拝借したとして、その鍵でも開けられない安全な場所はあるのか。私たちはお仕事の都合上全てのお部屋の鍵を預かっております。お屋敷もゲストハウスも全てです。つまり私たちはどこへ立てこもって鍵をかけようと意味がないってわけだ。上等だぜ。鍵なんかいるもんか。来るなら来やがれってんだ。帰り討ちにしてやるぜ。敵は正面から来ないよ。最初の6人はともかく、母さんたちやカノン君、そしておじい様の霊を見る限り、敵は孤立した人間だけを狙ってる。一部屋に固まっている僕たちのところへ堂々と乗り込んで来られるほどの力はないんだよ。そうだな、兄貴の言う通りだ。ひょっとするとおばさんのライフル銃が抑止効果として成立してるのかもしれないぜ。なら良いのですが。マリア、言いたいことがあるんだろうが、そいつは飲み込んでしばらく黙ってろ。よろしいでしょうか。一箇所だけ、使用人の鍵束でも入れない場所。それはどこです。はい、親方様の書斎です。私は反対だぜ。じい様の気持ち悪い部屋になんか入りたくない。あの部屋に入れる鍵は何本あるんですか。2本です。一本は常に私が、もう一本は親方様がお持ちでしたが、先ほどボイラー室の遺体からこれを。本来なら警察のために鍵も残すべきだったのですが、親方様より書斎の留守は必ず守るようにと仰せつけられておりましたもので、私がお預かりさせていただいておりました。なるほど。ということは金蔵さんの書斎は唯一の安全地帯というわけですな。そういうことになりますね。あの怪しげな匂いの部屋に一晩も立てこもるなど考えたくもありませんが、あの部屋が一番安全であることを今は認めなければならないようです。その安全な部屋に閉じこもってたじい様を犯人は連れ出して殺してる。絶対安全とは言い切れねえけどな。バトラ君の説のおじい様がうまくレシートをやり過ごして自分の意思で部屋を出たと考えるなら、牢状の価値はあるかもしれない。へえ、楽観的すぎだぜ、兄貴。
じいさんの部屋ってのは8人で押しかけても大丈夫なくらいの広さなんすか？はい、ベッドにソファー、毛布類もありますので、贅沢を言わなければ十分に夜を越すことができます。流しにご浮上、冷蔵庫に酒棚もあります。ひゅー、そいつはすげえぜ。しかしおかしなもんだな、自分の家の中にさらに自分の家を作ったってのか。島を丸ごと買って自分の夢を全て実現しきったじい様の最後の家にしちゃ随分手狭なんだな。そうですね、いつの頃からかお父様にとっては屋敷内ですら心を許せる場所ではなくなってしまったのでしょう。そこに引きこもっていたのを私たちは嘲笑い、そして今度は私たちがそこに立てこもろうってわけだ。ジェシカちゃんは立てこもるより犯人を探しに行きたいという感じだね。もちろんこっちから探しに行って見つけられるなんて思っちゃいないぜ。結局は待つしかない。ならどこで待ったって同じだろ。逃げも隠れもしない、客までテレビでも見ながらのんびり現れるのを待とうじゃねえかよ、ベアトリーチェ様をよ。現れなければ現れないで十分です。犯人を暴くのは私たちである必要がないからです。正論ですな。警察が来るまで危険を冒すべきではありません。ありがとう南條先生、私はお父様の書斎に移るべきだと思います。確かにお父様が連れ出された可能性があり、絶対の安全が保証されているわけではない。しかしバトラ君の推理のお父様が何らかの方法で自ら書斎を出て外で襲われた可能性も否定できません。チェス盤思考ってのはね、昔本で読んだゲーム理論というものを私なりに解釈したものよ。とても面白い学問だから、バトラ君も大学に入ったら挑戦してみるといいわよ。ぜひやってみたいっす。
それを勉強してチェス盤思考をもっと鍛えたらどんな相手の手の内も読めるみたいで楽しいじゃないですか。でもね、盲信しちゃダメよ。ゲーム理論は非常に奥深く複雑な学問なの。チェス盤思考はその上辺だけを私なりに解釈した考え方に過ぎない。バトラ君が想像するほどに相手の手の内を読み切るには相当の勉強が必要よ。しかもチェス盤理論は応用の効く便利なものではあっても完璧ではない。便利ではあっても弱点が多い。あ、弱点？ええ、チェス盤思考の基礎はゲーム理論。ゲーム理論は突き詰めると数学に行き着くの。数学の弱点は何か知ってる？ノイズよ。その通り。人の世の事象は本来ノイズだらけなのよ。人の感情だってそうでしょ。全く同じことが起こったからといって人は必ず決められた反応を示すとは限らない。それを数学の理論で当てはめ相手の行動を読もうとする時点ですでに理論には弱点と限界があることを知らなければならない。手っ取り早く言うとチェス盤思考はノイズや気まぐれ、そして誤解、認識ミスに非常に弱いの。
なるほど。こりゃ一晩もこもったら頭痛にでもなりそうな匂いだな。今更ながらじい様の書斎に反対したジェシカに賛成だぜ。おお、すごいドア。古くいかめしくて冗談の通じなさそうな、いかにもじい様の書斎にふさわしい扉だよな。霊的な悪意を退ける力がとても強く込められている。多分ベアトリーチェはこの扉を開けられないね。お、それどういうことだ。5の魔法陣は強力な魔除け。しかもこの魔法陣は相当丹念に作られていて、力がよく満ちている。魔のものであるベアトリーチェにとってこの魔法陣はとても厄介だろうね。それは心強いじゃねえか。この部屋ならベアトリーチェの魔種から逃げられるってことだろう。うちの魔女様は実に頼もしいぜ。ならベアトリーチェはどうやって中のおじい様を。バトラが推理した通りだよ。ベアトリーチェは中に入れない。でも彼女には魔法があるし、使い魔だっている。それらを使っておじい様が自分から書斎を出てくるように仕向けることはできるかも。ああ、漫画で読んだな。吸血鬼は十字架が怖くて近づけねえけど、使い魔たちはへっちゃらなんで使い魔に襲わせるみたいなシーンを読んだことがあるぜ。バトラたちに昨日あげたサソリのキーホルダーのようなお守りもこの火星の5の魔法陣だよ。込められている力は微々たるものだけど、この島を出るまでの間を守ってくれるだけなら十分だった。なくしちゃったそうだけどね。サソリのキーホルダーのお守り。ああ、その昨日私が母さんに渡したお守りはマリアにもらったものだったんだよ。ドアノブにかけると魔除けになるとか言われて、私より母さんの方がいいかなってあの時は思って。そうでしたか。ジェシカにしては変わったものを持っていると思っていました。夏日おばさんがあれをドアノブに。ええ、昨夜そう聞き、寝る前に扉の内側のドアノブにかけました。なら夏日おばさんはとても幸運だよ。そうだったなら昨夜ベアトリーチェは夏日おばさんに指一本触れられなかっただろうね。ベアトリーチェはさぞや悔しがったと思うよ。よせよ、そういう話。魔女なんかいないぜ。いるのは犯人。それも私たちと同じ人間だ。それを確かめる必要があるってなら、八つ先にして血が赤いかも確認してやろうじゃねえか。くそ。くそ。よくも、カノン君を。
金蔵さん、やはりこの勝負は決着がつきませんでしたな。南條先生、わしは長く金蔵さんの友人だったが、金蔵さんのことを知っているのは半分だけでしかなかった。金蔵さんにはいつも聡明な金蔵さんと何かの狂気にとらわれた金蔵さんの二人が同居していたように、わしは金蔵さんのことを何も理解しておらんかった。特にベアトリーチェ様のことになると人が変わったようでしたっけね。そうだ、母さん、エヴァおばさんたちの部屋で犯人の手紙を拾ったんでしょ。ええ、まだ開けていませんでしたね。開けてみましょう。内容は何と？不愉快な一文があります。私たちを挑発するつもりなのでしょう。我が名を称えよ。なんだよこれ、うせえぜ。ベアトリーチェの勝ち名乗りみたいなものだろうね。大方また怪しげな魔法人でも出てくるのを期待してたんだろう。魔法人ではなかったけどね。想像は裏切られなかったよ。どういう意味でしょう。自分の存在を誇示したいのでしょうか。そう考えるのが妥当でしょう。この手紙で初めて私たちは昨夜の手紙の主が犯人であると理解できる。ここに書かれている内容よりも昨夜と同じ封筒でというところに意味があるものと思います。封筒も風籠も間違いなく親方様が使われていたものです。おお、もう私には何が何だか分かりませんよ。こんなことは後ろ宮のお家にお仕えして以来初めてのことです。昨日の手紙の言う通りなら、ベアトリーチェは自称爺様の最古の腹心だ。爺様も常々そう口にしてたんですよね。ってことは爺様の次に詳しいのは源氏さんと熊沢さんってことになる。話してくれないっすか。私は長いことわざと耳にしなかった話です。ですがこの後に及んではそうも言っていられません。源氏、知っている限りを話しなさい。
お父様の愛人ですか。カモナ、ばあ様は生きてた頃よく疑ってたらしいぜ。浮気相手がいるってな。私はてっきりそれはじい様の想像の中の魔女のことを指してるんだとばかり思ってたんだが。それなんとも面白い話になってきたぜ。ゲンジさんは俺に言ったよな。ベアトリーチェはこの屋敷ができる以前からじい様に仕えてたって。お屋敷が竣工したのは昭和27年と聞いています。ってことはベアトリーチェという人は30年以上も昔からおじい様と連れ添っていたということになるね。その30年前の愛人、もしくはその縁者や隠し子が何かの恨みがあって何らかの復讐を企んだか。なるほど、洋館ミステリーっぽいありがちなストーリーになってきたじゃねえか。汚らわしい話ですが、一番納得できる筋書きです。どうですか源氏。おそらく親方様に恋愛の感情は終わりになられたでしょう。亡くなられた奥様より愛しておられたに違いありません。ベアトリーチェってのは何者なんだよ。そして今はどうしてるんだ。お屋敷ができるより前にお亡くなりになったと聞いています。すでに死んでいる。はい、親方様は大層深く悲しまれ、ベアトリーチェ様をよみがえらせる方法として黒魔術に傾倒なさっていったのです。親方様はベアトリーチェ様を心の底から愛しておられたのです。このような狂気に駆り立てるほどに。一度だけ深く酔われた親方様にベアトリーチェ様のお話を聞かされたことがあります。詳しいことは忘れてしまいましたが、それはもう女の私が聞いて羨むような深い深い愛情でございました。金蔵さんは後宮家の当主を継いだ時、当時まだ生き残っていた後宮家の長老たちの意向で亡くなった奥さんとの結婚を決められたのです。つまり後宮家にとって得になる女性との結婚を強制された。さようです。金蔵さんはお家復興のためだけに当主に据えられ、全ての重責を背負わされたのです。そんな金蔵さんがどこでどういう経緯でベアトリーチェと知り合ったのかは分かりかねます。それ以上語るのは無粋だな。
私誤解してたよ、ケンジさん。何をでしょうか。私、使用人の人たちが魔女を問診するのはじい様の気持ち悪い黒魔術趣味に感化されてるからじゃないかってずっと思ってきた。違ったんだな。私はお父様の前で魔女を否定する話を何度か口にした覚えがあります。今ならそれがどれだけお父様を傷つけていたか分かります。今の僕になら分かるよ。シャノンを蘇らせる方法が黒魔術だと言うなら、僕は今すぐにもこの部屋の次の主となって研究を始めるよ。兄貴、ベアトリーチェは言っていたよ。もうじき蘇ることができる、会うことができるって。そう言ったのか。マリアに手紙を渡したベアトリーチェ。信じないよね。ここにじい様がいたならきっと喜んだろうな。もうじきベアトリーチェが蘇ることにさぞや踊り上がって喜んだろうな。なら俺は信じたぜ。じい様が半生をかけて研究したことで蘇り、愛した女の魂が蘇ったと信じて寿命を全うできるって言うんなら俺も信じたぜ。バトラー、一人の女性をずっと愛し続けた気持ちが周りにも伝わり真実となる。それを気遣いと呼べばそれまでだろうけれど、今の僕はあえてそれを魔法と呼んであげたいね。気遣いじゃないよ、本当に魔法だよ、魔女だよ。やっぱり誰にもベアトリーチェの姿は見えないんだね。女の私から言えば、お父様の純愛の気持ちも少しは理解したいところですが、それではお母様の立つ瀬がありません。同感だぜ。浮気は浮気、綺麗事にされちゃかなわねえよな。それもそうだな、ばあ様が気の毒になっちまうぜ。それでベアトリーチェとおじい様の間に子供がいたなんて話はある？いえ、そのような話は聞いたことがあります。仮にいたとしたら、最愛の人の忘れ形見としてきっと全ての愛情を注ぎ込んだだろうね。それがなく黒魔術に没頭していったなら、子供はいなかったと考えるべきなのかな。
そういえばこんな噂を聞いたことがあるぜ。知ってるだろ、じい様が福音の家っていう福祉施設に莫大な援助をしてるって話。よしなさい、それはお父様を冒涜する中傷にすぎません。教えてくれよ夏日おばさん、隠し事はなしなのはおばさんもだと思うっすよ。くだらない話です。お父様はその施設に莫大な援助をし、社会勉強の一環として当家の使用人雇用枠を開放していました。それをお父様に汚らわしい趣味があると吹聴する愚か者がいたというだけの話です。一時期それが黒魔術の生贄にするためだみたいな噂になってさ、実際いつもこの部屋で怪しげな実験や儀式を繰り返してたわけで、私も半分は信じてたところがあったぜ。その福音の家出身の使用人ってのは何人かいますが、親族会議中のシフトではシャノンとカノンの2人でした。確かにじい様が使用人として選ぶのはいつもシャノンやカノン君くらいの若い子ばかり。私だってじい様には妙な趣味があるに違いないって信じてたぜ。ジェシカ、言葉を慎みなさい。生贄だ。なんだよパトラ、急に気持ち悪いこと言うなよ。生贄を6人。一緒に死んだのは6人だ。そしてシャッターに書かれた魔法陣じゃねえ、ヘブライ語でも生贄を捧げると書いてあった。うん、マリアは最初からそう言ってる。これは黄金の隠し場所なんかじゃねえ、黒魔術か何かの復活の儀式の手順なんだ。確かこの碑文には大勢の死が必要になるはず。確かにざっと読むだけでも 6+2+5 で13人は死ななくちゃならないことになってるぜ。普段はこの島には何人いるんですか。使用人のシフトにもよるでしょうが、お父様、夫に、私にジェシカ、そして使用人が 2,3 人。昨日今日は5人いてもらってますが、普段はそこまでいません。てことはな、この儀式を実行しようとしたら普段じゃ生贄が足らないってわけだ。いや、違うぜ。じい様は福音の家から不気味な儀式の生贄にするために使用人を取ったという噂。つまりなんだよ、生贄の人数を増やすために使用人を増やし、さらに人数が集まる年に一度の親族会議はこの儀式を執り行える年にたった一度、唯一のタイミングだったってことじゃねえか。
を試すためにある種の確率に願掛けをすることがない？魔術にもそういう考えはあるんだよ。限りなくありえない出目を期待してひたすらに祈祷を続ける。そうして蓄えられた祈祷の念は奇跡の出目が現れた時魔力をもって具現化される。おじい様がしようとした魔術は多分そういうもの。鍵が無作為に選ぶ生贄の抽選、それに万が一自分が当たることがないようにこの島に最も人が多くなる日を選んで儀式を実行した。バカバカしい。これらが全て怪しげな魔法の儀式の過程で起こった事件だと言い出すのですか？だが夏希さん、確かに碑文の内容はその後謎を取る。第二の番に残されし者は寄り添う二人を引き裂け。これはエヴァ様たちのことを指しているのでしょうか？悔しいけどそうだと判断せざるを得ない。そして母さんたちを殺した犯人は続く第三の番の言葉を手紙に書きその場に残したんだからね。そうだ。第二の番を実行し第三の番をその場に残した。第三の番はまさにさっき夏希おばさんが読んだ通りだぜ。じい様、焼却炉の中で焼かれてたからそっちに目が行っちまって気づかなかったが、じい様を眉間に、いや頭をえぐられてた。じい様が第四の番の犠牲者？じゃあカノン君は第五の番に胸をえぐりて殺せ。カノン君については犯人との突発的な遭遇による犯行だと思ってたけど、違う。誰か一人をおびき出し胸を貫くことを初めから狙っていたんだ。もし犯人がこれをなぞっているとしてもまだ3人が死ななければならないというのですか？確かにそう読み取れますけど。いやそいつはどうかな。あと3人が死ねば第9の番になる。見てみろよ。私たちはベアトリーチェみんな殺される。わけがわかんねえ。結局何人いようが最後には全員死ぬってことじゃねえか。爺様は何が持ってきたったんだ？この儀式じゃ爺様自身何をどうしたって生き残れねえじゃないか。
誰も生き残れなくていいんだよ。第十の晩には黄金郷にたどり着く。おじい様は死を恐れてなんかいなかったんだよ。ほら、四つの宝の2番と3番を見てごらんよ。一つは全ての死者の魂を蘇らせ、一つは失った愛すらも蘇らせ。つまりおじい様は自分がこの儀式の途中で死んでしまってもやがては復活できると信じてた。バカバカしいぜ、妄言だぜ。死んだらそれまでだろ。死者は生き返らない。人類が何千年もかけて追い求め、結局は未だに成し遂げられない奇跡だぜ。つまりこういうことだ。死後の世界で再会できて蘇ることができるとか、そういう類だろ。ジェシカの言い分通りだとするなら、こいつはつまり追い先短いじい様が恋に狂っての自殺まがい、いや壮大な無理心中ってことなのか。天智、その可能性は考えられるのですか。わかりません。親方様は時に千年の未来を見越されるほどの聡明なお方です。しかし凡庸な私にはそれが狂気としか映らないこともあります。それってイエスって意味だよな。熊沢さんはどうなんだよ。私は何も知りません。知りませんとも。知っていたなら今日この島にいると思いますか。仮病でも何でも使ってお休みしていますよ。おじい様の長年の友人である南條先生のご意見は。源氏さんに同じです。金蔵さんは凡人をはるかに超越した方だった。そこにある種の人間離れした力すらも感じることはありました。私にも金蔵さんが何を考えてこの碑文を残されたのかわからない。一つだけ言えるのは、仮にこの筋書きを作ったのがお父様であっても実行しているのは別の人間だということです。確かに少なくともじい様とカノン君を襲った犯人は他にいる。しかもそいつはこの碑文通りまだ事件を続けようとしている。僕たちが深く考えなかった最初の手紙、あれにはなんて書いてあっただろう。ベアトリーチェからまた手紙だよ。え、なんだって。
なんだよ、どういうことだよマリア。その封筒はどこから出てきたんだ。今見たら置いてあった。私は何も知りませんよ。何も。冗談じゃねえ。ここには俺たち8人しかいねえんだぞ。9人目がこっそり忍び込んでいたなんてこともあるわけがねえ。俺たちがちょいと肖像画の前に集まっていたわずかの隙しかないんだぞ。全員下がりなさい。壁へ下がりなさい。バトラ君、この封筒を開けて中身を読んで。金蔵様の秘文の謎をお楽しみいただいているでしょうか。すでにご存知と思いますが、皆様方に時間が多くは残されてはおりません。どうか嵐が過ぎ去れば逃げ出すことができるという甘えをお捨てくださいませ。このゲームに私と皆様方のどちらが勝つかの結果しかない。時間切れは私の勝ちとなる。引き分けはありません。そこをどうか誤解なきようお願い申し上げます。って内容だぜ。この手紙を誰が置いたかは明白ではありません。ですが疑わしき人物を絞ることはできました。あなたたちです。お、奥様、それはあんまりにございます。私は肖像画の前に行く直前、ここに缶詰を置きました。その時このような怪しげな手紙は決して置かれていなかったことを確認しています。そしてその時すでにジェシカとジョージ君、マトラ君は肖像画の前にいた。そして彼らはこの手紙が現れるまで肖像画の前は離れていない。つまりあなたたち4人の中にその手紙を置いた人物がいる。ベアトリーチがいる。おお、ベアトリーチはマリアたちじゃない。ベアトリーチはいるもん。お黙りなさい。あなたたちの中の1人が疑わしいのか、全員が疑わしいのか分かりません。しかし確実にあなたたちの中に犯人が混じっている。そうだぜ、19人目なんかいるわけがない。魔女なんかいるわけがないんだ。カノン君を殺したのだ。そうさ、熊沢さんなら説明できるよ。熊沢さんは本当はカノン君と一緒にボイラー室に入り殺したんだ。そして後から来たらもう倒れていたと嘘をついた。こう誤解です、お嬢様。私がなぜそのようなことを。母さんたちをどうやってあの密室で殺したのかは見当もつかない。でも母さんたちが殺された時、使用人の人たち以外の全員にはアリバイがあった。なかったのは使用人の人たちだけ。でも本当に疑ってもいいんだろうか。確かにそれを言い出したら全ての件でアリバイはないが、夏井さん、どうか落ち着きなさい。
今日一日いろいろなことがあった。心が参っているのはよくわかります。南條先生をお疑い申し上げるのは非常に心苦しいです。ですがお父様の主治医として唯一無二の親友として長くお父様と共にあられた、ビアトリーチェのことも知っているかもしれない。何かの古いしがらみを知っていて隠しているのではありませんか。そんなはずはない。落ち着きなさい。源氏、あなたはお父様の一番の部下です。ベアトリーチェとはあなたがお父様に見せた幻想、あなたこそがその実行者だったのではないのですか。そうお疑いいただけるのは奥様が私を親方様の一番のしもべだとお認めいただけたというのは、このような場ではありますが、とても名誉なことだと思います。しかし、この手紙を置いたのは私ではありません。それを私が鵜呑みにできると思いますか。お前が首謀者に決まっています。あるいは熊沢も南條先生もその共犯かもしれない。マリアちゃんもです。マリアちゃん、今この場ではもう幼いから疑いの枠から外すという段階にない。だから誰もが昨夜からずっと持ってきた疑問をもう一度ぶつけさせてもらいます。昨日バラ庭園であなたに手紙を渡したベアトリーチェは誰です。おお、マリア、ごまかすんじゃねえぜ。この際はっきりさせろ。お前に手紙を渡したのは誰なんだよ。だから何度も言ってるよ、ベアトリーチェだよ。千年を生きる黄金の魔女なんだよ。姿を知りたければ後ろを振り返ればいい。ほらそこにいるよ、ベアトリーチェが。何してんのかてめえ。よせジェシカ、マリアもよせ。状況が分かってんのか。そんなこと言って何になるってんだ。無意味な挑発はよしやがってんだ。マリアには分かんないよ。バトラたちは誰が犯人ならいいの。自分たちの中に犯人がいると信じたくない時だけペアトリーチェを信じて、親しい人を殺された恨みを晴らしたい時だけ暴力をぶつけられる人間の犯人を信じたがってベアトリーチェを否定する。だから見えないんだよ、ベアトリーチェはいる。お前たちには見えない。黙りなさい。あなたが犯人だと決めつけたくはありませんが、この状況を不愉快にさせて楽しんでいる美的行為者であることはもはや疑いの余地もありません。ならどうするの？マリアを撃つ？別にいいよ。もうすぐ黄金鏡の扉が開かれる。そして全ての死者が蘇る。今や死は恐れるべきことではないんだよ。でも夏日おばさん、どうか落ち着いて。マリアちゃんを撃つ理由は何もない。どうか冷静に。手紙は挑発するけど何も恐れることはない。犯人だって明日が怖いんだ、警察が怖いんだ。この島は今無秩序に支配されているけれど、それは台風で隔離されているからだけに過ぎない。台風が過ぎれば秩序が戻ってくる。だからおばさん、撃っちゃいけない。
なんで長寿兄さんはそんなにも冷静なんだよ。この4人の中に犯人がいる。いや、あるいは4人が全員来るかもしれない。この中にエヴァおばさんたちを殺した犯人がいるかもしれないってのに、なんでそんなに冷静なんだよ。僕だって犯人を見つけて殺してやりたい気持ちはあるさ。でもそれは単なる蛮行だ。僕は罪の裁きを秩序に任せる。だからどんなに疑わしくても引き金を引いてはいけないんだ。ジョージの兄貴に同じだ。夏日おばさん、ここはちょいと冷静になろうぜ。とにかく撃つのはまずいぜ。こういう時はよ、頭を後ろに反らしてクールになれって3回唱えるといいらしいぜ。はっきりさせておきます。魔女などいない。ここは六軒島で、ここは後宮家の本家屋敷です。後宮家代表、後宮夏日として宣言します。ここには魔女などいない。ベアトリーチェなど認めない。何を企もうとも娘たちには指一本触れさせない。それが母としての、当家代表としての務めです。落ち着きなさい、夏日さん。だが気持ちはよくわかる。わしだって今朝からの異常な事件続きで頭がどうかなってしまいそうだ。だからわしらを疑いたい気持ちもよくわかる。もし本当に南條先生が無関係なら、私は無礼極まりないことをしているのだと思います。ですが今だけは分かってください。わかった。わしらは部屋を出ましょう。どうですかな、源氏さん。客間に戻ってチェスの続きと行きませんかな。それをお望みでしたら、ぜひ。私は嫌ですよ。だってこの中に狼がいると分かってて部屋から追い出されてしまうんですよ。いやですよ、奥様、どうかお許しください。大丈夫だよ。ベアトリーチェは敬う人には優しいから。熊沢さんはベアトリーチェがいるって信じてるもん。
だからきっと大丈夫だよ。マリアは客までテレビを見るよ。一緒に見ようよ。ここテレビがなくてつまんないもん。それでは夏日さん、今夜はこれで。また明日お会いしましょう。今夜だけは分かってください。警察が来たら全員に今夜のこの無礼を必ず謝罪しますから。チェスもよろしいでしょうか。できたら安全なところに。ゲッチ、頼みます。かしこまりました。仕方ありませんね。子連れの熊が一番恐ろしいと言いますから。源氏も熊沢も本当に申し訳ありません。また明日お会いしましょう。マリアちゃんも冷たいおばさんもどうか許して。おう、マリアは許す。奥様、この部屋の鍵です。2本すべてをお預けします。それから私が持っているお屋敷内の鍵束もお預けいたします。私はお前を、お父様がお亡くなりになったら長年の苦労をねぎらって退職を許すつもりでいました。なのにこのような仕打ちを、私は心より恥じます。私は親方様よりすでにご恩を受けております。今日までの日々はそれに対するご恩返しの日々であっただけです。どうかお気に病まれませんよ。それでは参りますかな。皆さん、おやすみなさい。うん、おやすみ。バトラもおやすみ。うん。あ、マリア、ちょっと待て。これ魔除けなんだろ。身につけとけ。おお、バトラ確か落としてなくしたって。あん時はなんか尺になってなくしたとかほら吹いただけだ。お前の大切なお守りをなくすわけねえだろ。お、それでは皆様おやすみなさいませ。
これでもう安全です。